海と日本プロジェクト in 青森県。私にとって海とは大切にゆっくり末永く育ててくれるかけがえのないものです。それから物、人を国内、日本中、アジア、世界に運んでくれる大切な道です。山う鳥矢部商店、山う鳥矢部臨海倉庫を経営する鳥矢部正美さん。大正10年創業の遠洋漁業と海産物商を行っていた際の屋号を今も引き継いでいるんだそうです。現在、青森港振興協会や青森港研究協会の活動を通して港の発展に取り組んでいます。私はこの青森港のそばで育ちました。たくさんここで遊びました。ただ、今のですね、小さいお子さんをお持ちのお母さん、お父さんがなかなか海とか外で遊ぶ機会、もしくは遊び方があまり上手じゃないなと思ってます。それを非常に危機感というか、もっと遊んでもらいたいなと、海で遊んでもらいたいなと思います。鳥矢部さんが具体的に取り組んでいることを教えてください。我々 NPO 青森港クラブというボランティア団体を運営しております。その仲間たちと一緒に、子どもたちや、大人たちも一緒に海で遊ぶ機会を作ったり、または今、5年を目指してですね、このわらせの前に子どもたちが親と一緒、家族と一緒に遊べるビーチを作ろうと思っています。この新中央ふ頭に世界中の大型客船がたくさん来るよう、船会社さん、関係団体に働きかけております。それから、青森港を支えている物流、これの9割は沖館ふ頭を中心として青函、函館と青森を結ぶフェリー航路です。このフェリーには、この後大型新造船が2艘投入されてまいります。人と物、物は生鮮食品、それから人は観光、この人たちがより多く利用できるように我々振興活動に努めています。さらに青森県産品が海外にもたくさん輸出されておりますが、いつかはこの青森港を使って、例えばですがリンゴなりホタテが世界中にこの青森港から輸出されることを夢と思っています。クルーズ船も入港するようになった青森港の魅力を教えてください。この港のすぐそばに住むことができて、食事もできて、美味しいお酒もできて、それから今日のようにたくさん遊んで楽しめる、友達、遠い親戚も呼んで一緒に遊べる場、こういう港はなかなかないと思います。海と日本。